タイトル、おお踊ってる、うわあ踊ってるけど、これホッケーくんだよね。あのホッカムリトルとすんごい違和感が、綺麗なピンクの頭、すごい、朝っぱらからもうみんなこんな踊ってる。じゃあ行きましょう。カーニバルは去年のアップデートで追加されて以来でしょうか。なんか久しぶり。もうカーニバルの、カーニバルって1日しかないじゃないですか。もうそれ以降、あのカーニバルの衣装の出番が。でも髪飾りには、この今しずえさんが頭につけてる髪飾りは結構用途が広かったりするんですけどね。服の方はちょっと目立つからなかなか。ちょっとマイクをこの棚から下ろそう。せっかくだからまず着替えましょうか。持ってた。これとこれね。でこの子、赤鼻の子はもう裸足でいっか。心なしか赤鼻も今日のイベントに似合ってますね。あ、そうだ、今動画編集をしている私に向けてパチンコで合図を送ります。これいい編集方法なんですよ。こうiPhone で別撮りした音声を貼り合わせるので、こうタイミングを合わせたいんですよね。というわけでいくよ。1,2 のはい、 1,2 のはい、もう一度 1,2 のはい。これで合うかな。まあいっか。あれ、昨日日曜日だったけど買ったんだな。わあ、いろいろある。一日の始まりって結構忙しいですよね。禁断の祭壇、あ、持ってた。これも誰か持ってない気がするな。パウンドケーキ、あ、竹の内の人持ってる。あとここのメッセージもさっき結構ポンポン飛ばしてましたね。これも結構読み飛ばしてますね。これはどうしようかな。読まなくてもいいような、個人的に読まなくていいですかね。これも飛ばしますね。キャロットスコーン、この間キャロット、うん、この間みんな覚えたき、キャロットスコーン覚えた気がするけど一応。ポスターを今から飾りに。神秘的な彫刻ってなんだっけ。これか、耳飾りがあるから見せるね。家の中でしまうよりかは倉庫で一括してしまうってした方がいい。お家でもこうやってまとめてしまうことができればいいのにね。
確か紹介の時には見せなかったこの裏側をちらっと紹介します。今住んでる住民全員分の写真があるんですけど、以前住んでたトロワさんに代わってアプリケさんが引っ越してきましたね。これでこうやって貼ることでポスターの注文を忘れてないか、撮影忘れてないかっていうのを確認できるんですよね。でまたポスターはいつでも頼めるので剥がして売りましょうか。あーこれはいっか。トピアリー一輪出しもいいね。あ、山鳥屋市はここに設置する予定なんですよね。じゃあ早速どこに置きましょうか。ここかな。雑誌どかして、なんか違う。ここは雑誌が合ってる気がする。ここでもいい気がするけどね。あ、ここ雑誌いいな。じゃあモンステラをこっちに置き、でこっちに手じゃない、ヤシ、山鳥ヤシか。これでいいね。行きたいのは山々なんですけど、まずはちょっと今2日目、この長編動画を撮って2日目なんですけど、まずは日課をこなしていきますね。というわけでポイッ、おおおお、てかみんなもうどの住民も朝っぱらから起きてるんですね。すっげえにぎやか。確かカーニバルの日ってこうプレイヤーを見つけてきてみんな寄ってくるんですよね。でなんかへーへー踊ろうぜみたいな感じで、あ、煽ってくるというか誘ってくるような、そんな覚えがあります。あ、よく見たらモーリーさんもつけてる髪飾り。イベントの日でもカニの島のお店は通常通りの振る舞いをしてくれるのでありがたいですね。特にハッキミーさんがいつも通りだから、また昨日はペチュニアさんにしてしまったんですけど、今日はちゃんとアプリケさんにお祓いじゃない、お祈りをしてもらって仲を深めようと思います。多分こうやって何回も通うセリフも飛ばしちゃうかもと思ったけど、こういうところで飛ばす癖ついてしまったらもう、あ、今オートセーブ入ったから、ちょっとリセマラするためにまず最初にジミーさんで今日の運勢を占います。センベル、運勢は4つあるんですけど、4つ8種類。で、外れかなって思うのは健康運で、あんまり恩恵を感じないんですよね。他の3つの運勢の上昇に比べると。これは金運ですね。アップか上昇か下降か。あ、今日も金運上昇ですね。昨日金運上昇してたみたいですけど、編集して気づいたんですけど、
なんか岩一つしか取られてなかったですね。せっかくの 26,000 ベルが出るチャンスだったのにすっかり忘れてました。これもお願いします。今回はアプリケさんでプレゼントができるようになるまでアプリケさんに話す。ちょっと水飲もう。なんかこれ特別コース、通常コースがこの1万ベルコースとしたら5万ベルでもっと中を深めることができますよ的なオプションあったら写真回収もはかどるかもしれないのにな。ありがとうございます。あと今日月曜日なのでラインナップ変わってますね。あと今日のリメイクは三角とピアリーのみ。これをペルグリンは冬、春夏秋冬、今確か自分の島にある三角トピアリーがライトグリーンなのでもうライトグリーンに合わせちゃいます。1000マイルで交換できるものに5200ベルのリメイク費用がかかるのはちょっと重いな。赤いロッカーオフィス、赤いロッカー、赤いロッカーないね。オフィス、あ、オフィスはある。体育館、畑、これあるな、ホワイトウッド、体育館、畑、体育館ないなと、畑、畑あった、ホワイトウッド持ってた。体育館がないんだっけ。はい、いいです。
オーブロックレコード。青ブロック、あ、ない。青ブロックレコード、アイアンオイル、あるよね。レコードはないね。私もちょっと眠くて、さっきお昼ご飯食べたばっかりなのか知らないですけど、眠くて危うく寝るところでした。昼間はどうも眠い。その分夜眠くないんですよ。眠くなかなかならなくて、美術品も買おう。あ、スコップ持ってる偽物。目がこれ帽子のあるなしで判断するんですけど、どうだったっけ、この目が この黒い服を着てる人のこの帽子があるなしで判断するんですけど、どうだったっけ。名画で検索する。ん、あ、本物だ。あとよく見たら後ろもちょっとした違いがあるみたい。後ろの人もなんか帽子かぶってる。後ろの人？後ろ？これ後ろ？このスチームパンクな人の帽子のあるなしもなんか関係があるのかな。またこれ絵なんだよね、写真じゃなくて。よう描くなこういう絵。こっちを買います。買います。偽物だけど。シャンク君の靴、なんかこのゲタはバレ、青緑のバレーシューズ、膝って、あ、なにこれ、レザーシンプルなタウンリュック、これもないな。水玉、うん、まずこれと、昨日言ってた通り気になったらもう買っちゃう。かぶったらまたバタークリームが個人的に売る。でマルチブロックのソックス、今青い840ベルのものがあるんですけど、あれはもうコンプリートしてます。全8種類あります。これも買って、ソックス、バレーシューズと膝当て、膝当て、あった、あ、ない、バレーシューズ、ミント、持ってた。白い膝って持ってないな。
じゃあ。大丈夫かな。ちなみにキッズソックスは何色あるのかな。あ、もう全部揃ってる。うん。パニーの島はこのくらいで、昨日のあのロロリさんの目が見えるアングルちょっとまた見たいな。あ、今日もちょっと見える。時間に余裕ができた日ってあるのかな。まず眠くない、お腹も減ってないで元気があるっていう時じゃないと、このお家作り別荘作りって結構体力と頭といろいろ使いますからね。進めたいけどなかなか進められないし、サバンナのところに住まわせる住民さんがなかなか見つからなくてずっと難儀してます。早く次のグレードに上がりたいんですけど、なかなか米中さんとかいいかもしれないですね。顔だけ見せに来ました。おはようございます。どれも持ってるな。またたぬき商店で売られた時でかな。ではお辞儀失礼します。ちょっと今日眠くて頭が回ってないかも。ガボーってします。多分、あ、またね、どうも。多分実況してなかったらもう寝てると思います。この眠気は。でも昼間に眠ることで夕方からの活動は活発に行えるんですよね。なんだかんだ言って夕方とか夜とかの時間ってやることいっぱいありますよね。一番のんびりできるのはこのお昼。不思議なことに。夜こそのんびりして心落ち着かせて、ふっと眠りに入れるようになりたいんですけど。あ、踊ってる。赤花編では何ができるかな。光ごけん、あ、シンプルなタウンリュー、これクルボンかな。レザーのハンドバッグはなんかこれもなんだか倉庫版に合いそうな気がしますね。覚えてた。膝当てはデコポンかな。あとラグ関係も置いて、レコードのラグも置こう。三角トピアリーを、ほらここにありました。三角トピアリー下岩ですけど、だから岩に、あれ、岩に植える。あ、いいね。綺麗だな。この紙吹雪水溶性なんでしょうかね。リトマス紙。あ、羽って
走ったり驚かしたりすかぶったりすると消えるんでしたっけ。今日持ち物運が上昇すればもう壊れること気にすることなくブンブン踏まわせ振り回したんだけどな。あ、緑、目に優しい。緑は目に優しい、今の私の格好目に優しいでしょうか。そんな優しくないと思います。黒か。わあ、羽いっぱい集めとこ。ん、これでっかいのかな。で映してるし崖下だしで大きさが把握できないけど、気になったら釣ろう。まあ、足りない。ここら辺？おお、アロバナだ。すごい川。もうたくさん欲しいんですよね。ああ。あとまた見つけたでっかい魚へ。でもこの縮尺図だとこれはアロワナとかブラックバスサイズなんじゃないかなと思うけど、気になったら釣ろう。安心のブラックバスです。音がする。あ、出た。珍しい。割と早めに見つけられましたけど、多分珍しいです。どうだったっけな、もう1年前だったから忘れちゃった。今日はちゃんと金運が上がってることを覚えてますので、むしろさっき寝ぼけてるとか自分で言ったけど、昨日の方が寝ぼけてたんじゃないかな。まあ昨日は初収録で、あ、出た。でしかもそっから何時間も撮った動画一本にまとめて無事にその日に上げられるのかっていうのが不安材料としてあったから、まあ仕方ない。もしか、はあ、出た。珍しい8個全部鉄鉱石の岩です。私離島に行った時に1個の岩から2個の金鉱石が、あ、2個の金鉱石が出たことがあります。今まで長くプレイしていて一度だけそういう激レア体験をしました。皆さんも激レア体験ありますか？まずサソリ&金鉱石島に行った人は激レアですね。もしくはもうすごくマイル稼ぎとチケットの発行とマイル旅行と頑張ってる人。私マイルガチャしてないんですよ。一気にマイルが減るじゃないですか。しかも毎回毎回セーブ書かれて自分で行き先も選べないし、だから本当にガチャですよね、あれ。
ただきます。金運が上がるとこうやって岩から1個必ずかもしれないですけど金鉱石が出ていいんですよね。友情運も仲良くなるのは嬉しいし、持ち物運が上がると物が壊れなくなる上に、だから無双ができるんですよね。持ち物が壊れなくなる上に、こうカッペの離島で珍しい島に行けるし、いいことづくめなんですけど、あの唯一緑水晶が緑色に光った時の健康運の上昇のいいところがなかなかわからないんですよね。食べたら2つ、1個の食べ物で2つ分、料理は確か1個食べると5つお腹にたまるけど、健康運があるなら一発で満腹になる。でもあんまり、それもな、あの歯に届くかな、届け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 届く。届かない。あ、羽去年いっぱい取った分誰かに預けてたような。でも確か切りよく羽を取って、あ、ジュリー様おはようございます。これ後で、あもういいの。カニバルだからすぐなんか対応できる何かを準備した方がいいな。どうしよう。じゃあこのウキウキを外し、みんなが誘ってくるので、カニバルこれらへんか、紙吹雪、お、リズムこれかな、リバ、あ、噴水消しちゃった。またここ踏んじゃった。でもここ金バラの道がな、消してしまったらもう急に踊る。あ、外した。羽は外しても逃げないのかな。これもう少し明るくなった時とか夕方とかにあったらまた美しいかもしれないですね。眠いです。ここまで一緒にみんなで一団となってると、むしろ踊らないのが恥ずかしいですね。集団心理。もうみんな踊ってる、並んで。網は常に構えていてもいいかもな。
緑多めなのはやっぱコスチュームの影響？やってんな。紙吹雪。すが。話しましょうか。めっちゃ踊ってるこの人に。ん？ああ。セクシー。まだ赤い羽。うわあ、持ち物いっぱい。まあまあまあ。まず話しましょうか。あ、そっか、作れるんでしたっけ。もう海蔵さんとこでリメイクできちゃうから、この際色は関係ないから、とことん虹色の羽作ってみようかな。そしたら1枚でいけるし。どうなんだろう。あ、今8時になったからいけるな。ただ持ち物を整理しなきゃ。取り出すんじゃなくて、ん？これ私？あ、じゃあ一応、あ、全然ストックなんだな。ちょっとベルも預けよう。今日はまあベルいらないと思うから10万預けて、また明日お兄さんとこに行くときに引き出そうと。あ、今日素焼きの食器が売れるわ。今日はさすがに DIY してる住民さんはいないでしょう。果樹園貝殻ものづくり、果樹園貝殻ものづくり、さっき手伝ったからアプレート作れたかもな。スペースがないわ。こんなの大丈夫。よしよし。なんかいつもと違う音楽でこうやって一日を過ごすっていうのも時にはいいですよね。あのスーパーマリオオデッセイにあったような、もう好きな音楽をかけながら冒険できるとか、好きな音楽をかけながら過ごせるみたいな機能があつ森にもあればいいのにな。万能機能のスマホがあるわけだから、ここになんかミュージックプレイ的なものがあって、ミュージックがあってタップするとこの好きな24時間の音楽をかけられる他にも、こう
前作とかこれまでのゲームキューブ、64、あと DS、3DS、Wii であったような音楽、あの24時間の音楽かけたりとかできるとか、あとこのいろんな音楽を集めるための住民さんとの会話もあってもいいと思うし、まだまだアップデートの余地はあると思うんだけどな。これいいと思うんですよね。もっと大きくなったら、成長したら、この声大きい人に届くかな。ん？何しようとしたっけ？ものづくりだっけ？一緒にあったよね。果物は便利なヤシの実で、ですぐ、あ、青い羽、土いけない、引っ張っていけるかな。あ、いける。クールだな。一つずらせばいけるんだな。覚えとこう。うわ、ベルいっぱい。トロワさんのポスト。うん、売っても大丈夫そうね。貝殻思い出した。え、あ、どれやろ。あ、サンドダラーがない。じゃあ引き出してこよう。違いは意外とない。ん？あ、パンパン。40あるはずなのに。詰め込めるだけ詰め込んじゃうな。飾りつけてる。いつものお店の帽子は脱げるんですね。月曜朝の株価、あ、いきなり上がった。じゃあこれあれかな、波型かな。ちょっとメモしますね。28月のエームが125って書きます。また午後見ますね。
75ベル多かったか。あとカフェだな。カフェはみんなでこう集まった時に誰かもカフェないかな。その時はその時だからもう取っとこ。200、200、400、800、1100。おいしい。一応他の住民さんのお家も覗いてみましょうか。トントンしてないし、あ、大事、話してない、まだペチュニアさんとバンサさんに話してない。物をあげられないとはいえ話すことで何をしても分かるから。おはようございます。どうぞ。あ、そのコスチュームにあった、え、うん、緑率高くなっちゃう。なるほど、コスチュームに対応した色の羽を出せるんだね。もらえる羽じゃなくてあげる羽のところがいいですね。今日カニバルの実況をしている実況者さんたくさんいらっしゃるでしょうか。どうかな。なんかガチャガチャに踊るわけでもなく羽をのんびり集めるというゆるい内容ですけど、あ、出た。こうやって誘ってくるから、そういう時はリバーします。すると満足して、あれ、これは、あ、ほら満足しました。あ、ペチュニアさんさっきいたっけ。緑の衣装が似合ってるな。はいはい、いっぱい持ってるから、あ、ぜひも戻ってくるな。3枚、いいよ。はーい。3枚になったら下に下げようかな。あとこの金のエンゼル1枚分。人部の踊りを今日か、この赤鼻の子で見たいから、あと赤い羽1枚。わあ、帽子かぶってないホッケーくん、すごい。はい、あ、大将のビバ真似してくれた。現実だったらもう踊っちゃうかも。確かに、あ、3人と話したのか。これはまたコーヒー飲んでからと思ったけど、まあいいや。
もしかするとみんなコーヒーのミッションないかもしれないし。ここら辺？オッケー。赤い羽をあと1枚見つけるまで、ちょっとこのカーボン編は、続けようと思います。なんか名前を偽るの辛いな。もしこの主人公の名前を変えられるんだったら、あの人の名前と被ってしまってるので、もうすぐさまに変えるんですけどあの人知ったの実況始めてからだったし、申し訳ないな。だから同姓同名としてちょっと申し訳ないけどお願いします。変えられるなら変えたい。この果樹園エリアは見晴らしが良くて、色のついた羽も目立つからこうやって見つけやすいかもね。あ、そうだ、ちょっといいこと思いつきました。私今このスターの網使ってますよね。スターな網でしたっけ。ちょっとこれは一度リメイクして修復して、倉庫にしまいます。で、取り出すは下か。これこれ、木の枝。もっとみんないっぱい取るだろうから90本ぐらい用意して、そんでもってまたベルできちゃった。あ、センベルは持っておこうか。あ、違う、預け入れだった。頭が回らない。お祭りなのに眠いとは深く。ちなみに今撮れてるかな。ちょっとスマホ触りますね。撮れてる。まあ、もう53分撮ってるんだ。2つ取ります。この網ならもう簡単に壊れても大丈夫。壊す網ですからね。また今日は風船が入るな。これで全色揃ったので、全部の踊りを見れますね。じゃあ渡してみましょうか。あ、確か虹色の羽持ってるとすぐ反応するんじゃなかったっけ。だからこれは一旦保留。どうぞ。じゃあまず最初に赤い羽から。Are you ready? Let's dance! 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 Let's dance!
きた。私もよく思いつきます。ステージ非売品だから取っておこう。あ、さすがに。はい、あ、いい。ちょうちょも一緒に見てる。オスジャゲハさん、緑の羽、この髪飾りから引きちぎってきました。きたきたきた。2月の風いいですよねって思ったら、南半球今8月でした。割と熱風なんじゃないでしょうか。踊るのいいよね。あ、やった。これ欲しかった。あと3セットありますよ。次は青。Are you ready? Let's dance! ドクドクドククールなダンスで私に印象深いのは、意外とフラダンスって落ち着いていてクールだと思うんですよね。情熱も感じつつ爽やかでクール、緑と青の要素が合わさったいいダンスだと思います。はい、これ少なかったからまた来年のカーニバル用に取っておこう。もう言うて去年いくつかカーニバルの家具売ってしまった気がするんだけど、下野さんが誘ってきてくれてる。おい、ダンススタート。大人。うんうん。でけでってででん。大人。おお、横切った。あ、やったー。よろしかったー。はーい。はい。いきますよ。最後だから目立つように。ここら辺から。いいな、いいな、それいいな、いいな、いいな、それいいな。ピンポン。回りたい。ここでコマンドとかないかな、回る。うんうん。だがだってででん。はいな気分。はい、なんかスペシャルなダンスってありませんでしたっけ。もうちょい羽を集めて持ってきたらもっとスペシャルなもの踊ってくれるんでしたっけ。ビバキラキラ。あ、これん、あったっけ今のキラキラしてくれるの。あー、いいものいっぱいもらった。ただ全部ん、ちなみにこのガーランドは何色。あ、紫、ちょうど欲しかった確か。ん、これでっかい。魚影の大きさが分かんない。今8時だっけ。だからもしかすると、お、出た、当たった。すっぽんです。すっぽんぽん。
吊り下げサインリメイク候補かな。カンニバルシリーズはちょっと今から見せますね。検索してわ、全部で5色あるんですけど、もう全部去年リメイクしたりして揃えております。衣装は4色なんだな。あ、これがもらえるスペシャルダンスがあったはずなんだけど、どうやってもらえるんだっけ、忘れちった。サインは明日リメイクするようにしまっておきましょう。 あとスッポンもしまっておきます。ん？お、3ガーランドを飾りに行きますね。わあ、いろいろ持ってる。普通に鼻横切ってるけど、もう鼻の上に羽があるから仕方ない。ちなみに虹色の鼻ってどうやって、ん、ああ、はいはいはい、ビバ、あ、真顔、満足してくれないとこやってそっぽ向いてくれません。このカーニバルなガーランドってこうやって飾って綺麗でカラフルで、もう年中ここに飾ろうと思うぐらい気に入ってる箔なんですよね。あ、以前はこうやってイースターのやつ飾ってたんですけど、ちょうど紫が切れてて、あ、助かりました。見たらこのマンホール拡大できるかな。あ、拡大できちゃう。ハッチって書いてある。リアル、すごい匍匐してるみたい。なんかこういう進み方もありですね。なんか これで島を一周するっていうのも面白そうですね。道も割と自分の島では覚えてるので、こっちに行ったら次は何があるっていうのも覚えてるので、いずれこの一人称視点で島を歩くっていうのもやってみると面白そうですね。これバラと山となんか鳥が映ってますね。うん、カンってなります。うん、青だ。もうあっちまで飛ぶ術がない。黒ボンならあっちの島に行けるんですけど、歩いてるんだっけ、目的が。うっ、びっくりした。どうぞ。
散らかってきた。今眠いのも一種の原因です。どうしよう、交代しますというか、あーなんか順序もめちゃくちゃね。他の人を呼んで、必須ではないんですけど、メッセージボトルを拾うためにこうやって他5人も呼んだりするんですよね。サブキャラを呼ばなかった日がないと言っても過言じゃない。もう写真館ならこのままの格好で十分カーニバルの資格ありますよね。あ、拾った。あと写真館と倉庫番機も手紙拾ってないじゃない、見てないから手紙読みましょうか。勝手に移動するジョイコン使ってるので勝手に移動しちゃいます。一番点数高いの写真館さんですね。だって写真館だから。待って、取る、それ取る、網が離せない今日は。いつもなら話す話題がこうやってポンポン浮かぶはずのこのロード画面、今日は眠くて頭がぼーっとして何も浮かばない。この後寝てもいいでしょうか。毎日動画をこうやって残したいという気持ちはあるんですけど、早速有言実行してしまう。このままだとあれ、フリですよ、フラグですよ。ああいうフラグ立てたらきっと続くだろうなっていう願掛けも込めてあれを書いたわけであって、決してすぐやめようという気持ちはないなかろうはずなんだが、ちょっと寝て休んだら目覚めるかな。だとしたら休むのもいいかもな。今日みんな起こしたらもう今日は終わりでもいいかもな。みんなの踊りもいっぱい堪能できたし、緑の羽見っけ。なんか一気に、まあ、4人まで呼べないのは仕方ないとして、一気に呼んだ人数分メッセージボトルに漂着してほしいですよね。
もしかするとそういう仕様はあるのかもしれないですけど、私の島が今海辺星のかけらで埋め尽くしてるから狭いんですよね。狭くしてる、あれはわざとですけど。交えた話をしますけど、昨晩ちょっともやっとしたことがありまして、食後に食器を洗おうとしたんですね。でいろいろ髪も垂れ下がら目に入らないようにしっかりカチューシャして、で楽しく洗い物できるようにヘッドホンや音楽プレイヤーも準備して、いざ始めようとした時に、まだ僕夕ご飯食べてなくて、夕ご飯食べてきて私がその間に洗っておくねっつって母が洗うよってなったんですよね。でその時に私せっかく洗おうとしていたから、もうこの調子で洗おうと思って、いや私が洗うって意地張ったんですね。なんか恩を消し飛ばしてしまったみたいな感じで、結構もやっとしちゃって、洗ってやるよって言った時に素直にお願いしますって言えなかったのと、あとその後いや私がやるで意地張りすぎた結果、じゃあお願いしてもいいって言われたなら、なんかをやってやるみたいに言えなくて、なんかそれもブスッとしちゃいました。昨日のあの自分は子供みたいだったな。今眠くてボーって話してるのもちょっと子供っぽいです。どうしよう、みんな。あ、そうだ。この4人でやる必須の項目が、あと、ちょっとここで確認しよう。まず、ずっと走ってるクローボンが。あ、コーヒーやる。じゃあ、バタークリームは？コーヒーはない。バタークリームじゃない、黒ボンがコーヒーあるので、後でみんなでコーヒー行きましょうか。確か明日の朝、一日の始まり直前までこのカーニバルのイベントって行われるんですよね。だからまた眠気が取れた明日にこのカーニバルの続きやるっていうのも一興かも。イエーイ。あ、ちなみに今日の商品はトラック、特にないかな。
300マイル受け取りました。その前にちょっと、これこれ、この広場に散らばったものを集めなきゃ。まず羽を取ってちょうだい。でここに交代して、いろいろカーニバルシリーズを回収してもらい、膝当てはでここに。いずたまはどうかな、まあもらおう。これこの間みんな覚えてるな。禁断の祭壇、禁断ってなどんな感じ書くんでしょうか。光よけのスツールを覚えた。あ、捨てるとこだった。やってるか、デコポン。日頃世話になってるから今日は改まって感謝の気持ちを伝えるぞ、デコポン。これからも良きライバルとしてお互い筋肉を鍛えような。気合だ、毒より。カーニバルの髪飾りが届きました。もしかすると今日デコポンしないかもしれないですけど、一応気分だけでも。あー、いいね。ドボーはハーボンガートで売ろう。次はバタークリームにチェンジして、禁断の祭壇を。花のコンテナは覚えてるか。キャットスコーンも覚えてる。住民のレシピ回収がない分だけちょっと気が楽かもしれない。アンソニーさん、笑顔が一番、バタークリーム。昨日寝る前にふと君の顔が頭に浮かんだんだ。もしかして何か一人で悩みでも抱えてるんじゃないかい。君の心に雨が降っているならいつでも僕が傘をさせてあげるよ。新種のアンソニーより。何って相談したいけど、相談すると二次災害が、なんか思わぬ弊害が起こりそうで、なかなか相談できないことが多いんですよね。皆さんも経験ないですか。いろいろ真摯に聞こうとは思うんですよね、自分も。でも聞いているとちょっと辛くなったり、なんか憤りを覚えてしまったりすることもあります。今日来たこれ、早速着替えましょう。黄色いカーニバルのワンピースとか服とかがあれば良かったのになって思います。じゃあ最後にカーボンはこのリュックもいただいて、これ早速食らいましょうか。似合う、さすがクロボン。2つ届いていたものしないと。スコーンもキャロットスコーンも魚のコンテナももう覚えてるか。4人覚えたらもう十分です。あ、似合う。
タウンリュックはちょっと外そっか。靴はこれ大丈夫？なんかもっと、でも確かベルリーナさんも、ベルリーナさんだっけ、私ベルリーナって言ってたからベルリーナさんだね。こういう黒い綺麗なブーツが意外とカーニバルに合ってるかも。わあすごい、みんな陽気な格好して。じゃあコーヒー飲みに行きましょうか。コーヒー。あ、眠い原因分かったかも。今朝いつもと違っていろいろ朝から頑張ったんですよ。洗濯とか掃除とか、あと植物に水あげたりとかもしました。いつもはあんなに頑張らないんですけど、そこで体力使っちゃったかもしれないです。あ、名前言ってもらった、嬉しいっす。これこうやって並ぶのが好きです。おごります。あ、ここも今いかん、今分飛ばしてたな。まあもう今日はもう眠いコーヒー飲んだら寝るコーヒー飲んで目を覚ますんじゃなくて、コーヒーがもう眠気を誘う飲み物として今日はここら辺にしようかなと思います。このカフェで一服して、一杯飲んで、終わりってするのはなんか、美しいというか、アップデート後のいい終わり方かもしれないですね。習慣にしようかな。マスターとも仲良くなれるし。ん？あ、ティン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 。すごい、今、ZL を押してるんですけど、こういう、え、こんなんできるんだ。これ、サブというか、リーダーじゃないからこそできることですよね。だって今ここで ZL 押したら、スマホ開いちゃいますから。ちょっと、降りて、降りて降りて。みんな知ってるね。もう今日は眠いんです。また続きはするかもしれないんですけど、とりあえず今日のこの2月28日分は以上で終わりたいと思います。では最後までありがとうございました。まだ見てもらってる人は少ないと思いますが、これから毎日こうやって動画上げ続けていくと、まあ皆さんももしかするとほっこりしてるかもしれないんですけど、私もあ、この時こうだったなとか、こういう話題を持ってたなとか、この時寝ぼけてたなとか、いろいろ振り返ることにもつながるんですよ。もう大きな動く日記帳ですよね。いい時代、ぜひ続けてみたいな。続けてみるわ。今日もできました。編集して動画上げてやっと今日終わりっていう感じです。帰るまでが遠足です。では。また明日。